オメガコノトキシン M7A の模式図コノトキシンとは、イモガイが作り出す多種類のペプチドの混合物から構成される神経毒である。1130個のアミノ酸が繋がったペプチドで3箇所のシスチン結合を有する。カルシウムチャンネルを塞いで神経の伝達を阻害することで毒性を発揮する。イモガイはこの毒を仮に利用しており、 興奮を魚に打ち込んで麻痺させ丸飲みにしてしまう習性を持つ。人間も刺されると重症に陥り、高毒血清も存在しないので死亡率が高い。しかしこの作用を利用し、2005年から強力な鎮痛剤としても使用され始めている。このトキシーンには5種類あり、それぞれ作用点が異なる。脊髄の N 型カルシウムイオンチャネルは、 痛覚の伝達に関連があるため、脊髄膜下へ投与すると強力な鎮痛剤として採用する。その鎮痛効果は、モルヒネの100倍から1000倍とも言われ、モルヒネ体制ができてしまった末期癌の患者などへの頭痛治療の薬として期待されている。2014年現在、6種のスーパーファミリーが認められている。痛みと鎮痛の基礎知識芝外科大学。 この時新解読から言い役へ、ありがとうございます。